はい、おはようございます。やってまいりました、今日のワンコンティニュー。本日のゲームはこちら、燃えろプロサッカー、初めましてのゲームですね。はい、じゃれこですって。まあだから燃えプロシリーズ、まあ燃えろシリーズ、まあの中の一つっていうことですよね。そんな感じですね。1988年12月23日、1988年ってことはもうプロサッカー、日本ではプロサッカーはまだない時代ですね。 J リーグって何年だったっけ、93年だったっけはい、そんぐらいからなので、まあこの時代はまあ一応このパッケージ画面が海外サッカーですもんね、これね。まあどチームで言えばどこになるんだろうね。まあこれあのブラジルのっぽいけど、これはまあクラブチームってなるとどこのチームになるかちょっとよくわかんないな。まあそんな感じで、はい、やっていきましょう。まあ、今日のワンコンテンツ、1回ゲームバトルまでにどんな感じのゲームでしょうかとか、体験紹介などなどできればということになりますが、このゲーム私はやったことがないのでどうなるかっていうのはわかりません。どうでしょうね。試合時間が長い場合もハーフタイムでよしってなるかもしれないし、まあできればテンポよくいくようであれば1試合やってみたいなみたいな感じですかね。というわけでやっていきましょう。お願いします。おっ。どうだろうな。1988年。これ、任天堂のサッカーが一番最初なのかな。ファミコンのサッカーゲームっていうと。何番目ぐらいのゲームなんでしょうね。まあ、やってみましょうか。お、あ、斜め、クォータービューでもない。なんだこの視点は。お、一人でドリブルしていく。点滅がすごい。お、斜め視点はなんか斬新だね。全体マップが欲しいな。ペナルティーエリアとゴールエリアがなんか、今キーパーすり抜けたぞ、今デモ画面。あ、すごい。やっぱ燃えプロシリーズはこういうこの演出がやっぱいいですね。群衆をうまいことドットで表現してんな、これ。なんか、一個一個 の、あのドットはこう人の形をしてないのに、あ、それが集まると人っぽく見えるっていう素晴らしい。これブラウン管で見るとより人っぽいんだろうな。人っぽいっていうのは何まやってみましょう。おー、ワールドカップ、トーナメント、シュート。シュートコンペチション。これ何でコンペシション。なんでしょうね。まあ、PK なのかな。コンテンツ続ける。まあ、ワールドカップ行きましょうか。アルゼンチン、オランダ、デンマーク、アルジェリア。これって何かを元にしてんのかな、この、組み合わせ。でも、そっか。1988年ってことは、オリンピックはともかく、ワールドカップには日本はまだ出てませんよね。98年フランスが初めましてだから、だからそれよりはるか前の時代、まあまあプロサッカーリーグもまだできてない時代ですからね。これそれぞれの、そうね、あ、日本のさ、サッカー協会のマークがヤタガラスじゃない時代か、カラス、三本足のカラスじゃない時代ってことかな、これもしかして。どうなんでしょうね。それともまあ分かりやすいように、ソ連って、ソ連ってお前あ、西ドイツ、そうね。あ、西ドイツが強かった時代か。なるほど。ベッケンバウアーですか。あんま、そんなに知らない。オランダ。アルゼンチン。アルゼンチン、マラドーナ。クライフとかかな。デンマーク、わからん。アルジェリア、アルジェリア、あ、一周してる。イングランド誰とかの時代だろうね。イタリアとかも。まあ、フランスも誰か強い人いたんだろうな。まあ、ちょっとブラジルあたりだと知ってる人いるかもな。あ、でもどうかな、これって個人の名前とかないと思った方がいいかもね。まあいいや、ブラジルで。あ、ちょっと他の対戦相手がどんな感じか見てなかった。これもしかして、ブラジル対スペイン、いきなり。私はどっちですか。 B ボタンでとりあえず球を蹴りました。 A ボタンがシュートっぽいですよ。さ、キャラクターは A ボタンがシュートっぽいですよ。シュートかロングボールっていう感じか、どっちかだな。キャラクター切り替え、これ勝手にやりますか。あ、まずいっすよ、まずいっすよ。足の裏を見せ、足の裏を見せてスパイクを、お、止めたらしい。ちょ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 、甘い、甘いな、クリアが甘い。何、キーパーが鉄壁。サイドから行こう、サイドから。もうこの時代のゲームがこうサイドアタックを何に対応してるとは思えない。縦パス、何ちゃんと体をゴールに向けて A ボタンを押さないと、ゴールに向かってシュートを打ってくれない。
一旦ためを作ろう、ためを作ろう。言葉が合ってるかどうか知らない。誰もいなかった。もうちょっとあの真ん中に球出すつもりだったんだ。クラスマッチみたいなやつ来たな。体育のサッカーみたいな、あのなんか密集ぐらいになってきた。大丈夫？でもこれどうだろう、11人ちゃんといるかもね。あ、やばい、抜かれる。ちょちょちょ、誰もいないよ、誰もいないよ。ちょ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 、ま、すごい、ま、がっつりマンマークの時代。よしよし、クリアクリアクリア。誰がいんの？誰もいない。見事に誰もいない。そっち、その辺誰かいなかったりする。プレスプレス。ついつい LR ボタンとか押したくなっちゃうけど。まあレトロフリークでやってるから。何してんの？よし、スローイン。何？下から、この時代のスローインは下から放り投げるんですね。桜木花道方式のスローインなんですね。スーパス、スルーパス、走り込め、走り込め。これさ、時間ってあと8分か。よし、これ1試合、とりあえず1試合やろうと。とりあえず1試合頑張ろう。でも得点シーンみたいね。こあのすごいすごい、あのゴールトゥーゴール、真正面からいけー。何？あ、 B ボタンがキャラクターチェンジだ。分かった。守備の時は B ボタンでキャラクターチェンジをして、A ボタンでスライディングをします。ちょ、スライディング、スライディング、スライディング、 PK がみたい。あ、相手の特進転身が見れました。別に得点シーンが見れてしまえば別に自分のゴールじゃなくてもいいや。相手チームのでいいや。あ、ファーストハーフ、レターハーフってあって、レイターハーフ、レイターハーフ、そういう呼び方なんだね、この時代。B ボタン。これね、画面をね、あのこのこっち向きに行くときはあの描画が早いけど、斜めにつけるときは描画が遅い。仕方ない、そういうのはね。よしよしよし、クリアクリア。サイドライン終わりました。サイドライン、タッチラインってどっちだっけ？ゴールライン、サイドライン、タッチライン、うん、区別がわからない。おお、いいよ。あ、 B ボタンでキャラクターチェンジ。あ、分かってきた分かってきた。ちょ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 。あ、なに。やっぱオンゴールの時はゴールキーパーがこうはしないね。完全に今打ったってゴールキーパーが自陣に打ったもん。やめてーやめてーやめて、来ないで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 。はは、サイドラインを駆け上がる、サイドラインを駆け上がる。そしてゴールラインをあえてこっちに。あ、バカ、すげえクリアされた。キャー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 、すごい。何、ミラージュドリブル。何してんの。あ、すごい、ゴールクリアした。ボールクリア。下手投げ面白いな。スローインの下手投げすげえ面白いな。よし、まっすぐまっすぐまっすぐ。ドリブルはこっちの方がうまいぞ、ドリブルはこっちの方がうまいぞ。完全に取られた。クリア。ごちゃごちゃになるとクリアする癖がある。あと2分。下手投げ面白い。あ、やめて。よしよし、ダメっす。よし、1点取るぞ、1点取るぞ、1点取るぞ。スルーパス、スルーパス、スルーパス、走り込め、走り込め。うん、スライディング、あん、スライディング、あん。危ない危ない危ない。あ、キーパーはこれ以上先に行けない。なんてこった。7って書いてある。何、7ってロスタイム。カウンターだ、カウンターだ。
トリプルカウンターアタックだ。ならないらしい。下ってなきゃ面白いな。何回見ても面白いな。おお、ちょ後ろからスラ、ちょ PK みたい。誰かスライディングして。PK が見たい。あ。ちょっと今あれ？今ハーフ？ん？あ、今前半か。なんかこのタイムのさ、このタイムじゃなかった、この時期のサッカーゲームってなんかこうハーフタイムショーを見せたがるイメージがある。なんなんかね。あ、違う、攻める方向が違う。なん、ちょちょちょ、なんでそんな抜かれてんの。スイーパースイーパー。ああ、どうした。弾いた。キーパー弾く。クリアだクリアだクリアだ。よし、通ったぞ通ったぞ。サイドにフリーキックが見たい。フリーキックあるよ。 PK が見たい。ちょ、ペナルティエリアでスライディングしようぞ。あ、逆に敵にペナルティエリアでスライディング食らいました。よし、直線的ドリブル。こちらチームのフォワードの直線的ドリブルだ。抜かれた、抜かれ。このボールが取れるかな？このボールが取れるかな？キーパーの横を、裏をつかないと取れないね。な！ちょ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 。おー、ナイス！さあ、どうだ？あー、取られた！キーパーにクリアされました。お、いいよ、いいスペースに走り込んだ。こっからシュートを打つ。今ずれてなかった。いいね、こっちの時間帯だ、こっちの時間帯、我々の時間帯だ。あ、やばい。今のところヘディングを1回も見てない気がする。まあ言うて88年のゲームだから、まあまあってとこは。ここで見て分かるというと、これあのこれでかいパッケージのカセットなんですよね。おーおーおお、なんでどうなってんの。横パスすごい対応するな。南米型サッカーみたいな、よくわかんないけど。あえて止まる。そして、あ、なんか間違えた。下手投げスローイン何度見ても面白い。フラッシュパスは、フラッシュパス一旦クリア。あ、ちょ一旦前線へ縦に大きく走り込め、走り込め。なあ、こっちのゴールシーンは見れないのか。なに、あ、あ、3-0。まだあるよ、まだあるよ、まだあるよ。野球は2アウトからって言うからね。残り5分であと4点止め、決めればいいだけの話でしょ。簡単な話じゃない。すごい縦につなぐね。この時代はあれだね、あの一番後ろにスイーパーが残ってるから。
お、取らなかったか。あ、行くわと思ったけど。あれ、ちょ、また抜かれる。あ、ま、やっぱいるね。そして、最後尾が抜かれました。そこでパスをするだと変な動きしたね。ゴールキック。走り込め。誰が取るの？じゃ、サイドから行こうぜ、サイドから。この秒間が遅くなるサイドから行こうぜ。で、切り込む。そしてこっちにはマイナス、そしてあったー通らないね。はい、追いかけて、追いかけて。スライディングを対応しよう。スライディングを対応することによって PK を見よう。PK あんのか？あ、初めてのコーナーキック。残り1分来たぞ。危な。さあ、残り1分来たぞ。さあ、3点シュートを決めるんだ。これ、ここで何か決めたら3点らしいぞ。どっちが勝ったかな。いや、もしかしたらか、ソビゲトいいんじゃん。このヒョウの見方がいまいちよくわかんないんだよ。まあいいや。あ、パスワード、このパスワードを入力すれば、あのブラジルは負けたところから、 3-0 で負けたところからね、このゲームを楽しむことができるぞ。というわけで、もう終わっていい？よし、終わりましょう。3試合やるのはちょっとさすがにだ。よし。はい、というわけでお送りしてきました、モエロプロサッカーというですね、国対国の対抗戦でしたね。クラブチームサッカーという感じじゃなかったですね。あ、この時代はあれか、クラブチームサッカーをやっても、プレイヤーがピンとこないか、多分なんかそんな気がする。なので、まあ、ワールドカップだったり、オリンピックだったりだったら、国対国との戦いはまた、ね、ちびっこもピンとくるかな、みたいな感じで、まあ、そんな感じなんでしょう。はい、というわけで、以上です。お疲れ様でした。さよなら。逃げろ。対戦だったらまだ盛り上がるかもな。これどうなんだろう。